小川正夫は昭和期の代表的作曲家であり、ギタリスト、国民栄誉賞受賞者。栄典は14位、君三東隅法省、四十法省、明治大学小学部卒業。本名は小川正夫。少年時代に弦楽器に目覚め、青年期はマンドリンギターのクラシック音楽を研鑽しつつ、大正ことを愛した。その後はプレクトラム音楽家の、 小賀正夫から流行家、王、小賀正夫になり、昭和期を代表する国民的作曲家としての地位を確立し、数多くの流行家をヒットさせた。その生涯で制作した楽曲は5000曲とも言われ、小賀メロディーとして親しまれている。また、小林幸子をスカウトしたことでも知られる。1904年、福岡県水間郡、田口村に8人兄弟の6番目として誕生。 近くには水の戸柳川があり、その風景は後年の誰か故郷を思わざるのモチーフになった。5歳の時に父が高いし、母と姉、弟と共に7歳で故郷を離れ、働いている長兄がいる朝鮮に渡り感情を起伏の激しい少年時代を過ごした。故郷喪失の悲しみは人生の波記事のモチーフとなった。朝鮮では最初は二川に、その後は 形場で暮らした。いとこから対象ことをもらったのもこの頃である。小賀正夫が初めてマンドリンを手にしたのは中学3年の時で一番中の良かったすぐ上の兄からマンドリンを送られた。この時期から音楽会の道を志すようになる。前輪商業学校を出て大阪の商店に勤めた後、1923年に明治大学4科に入学し、 明治大学マンドリンクラブの創設に参画した。当時の明大マンドリンクラブでは、ぼったきあり、ラウダス、バッチなどのマンドリンの大曲が演奏されていたが、小賀自身も南極、幻想的競争曲を独走するなどの活動が見られている。1928年夏には、旅先の青根温泉付近の山中で、カミソリ自殺を図るが、同行していた友人の発見により、 未遂に終わる。その時に見た、座王の夕暮れから名曲、影をしたいての詩が浮かんだと言われている。1980年に同時に、影をしたいての歌詞が混流された。1928年の秋の定期演奏会は、同年春に開館したばかりの明治大学、記念館講堂で開催されたが、この時、佐藤千夜子の地遇を得た。また、この頃、音楽は、 カズヤの理念が生まれた。1929年春の大学卒業後は指導者となり音楽活動を続けた。6月、明大マンドリンクラブの定期演奏会で影をしたいてを発表。その年の暮れには佐藤千夜子の歌唱とマンドリンオーケストラを弾いて文の香りなど自作品をビクターで吹き込んだ。1930年秋にはビクターで影をしたいて 日本橋から、を、佐藤千夜子の歌唱によって吹き込む。この時は、まだ、マンドリンギター演奏家、小賀正夫だった。また、この歌は、宮城県川崎町の風景をモチーフにしたと、言われている。当時、死の淵に追われた小賀が、川崎町の森林を歩いているうちに、我に帰り子の歌を書いたという。年月、新レコードは発売されたが、 売れ行きはかんばしくなかった。なお、影を主体ての創作過程については、菊池清真郎の氷伝、小賀正雄青春によ永遠に、に詳細に記されている。1931年、日本コロンビア専属となった。当初は、作曲に自信がなく文芸部の社員を希望していたが、結局、作曲家として契約した。この時、 東京音楽学校在籍中の藤山一郎と出会ったことが小賀正男の人生を大きく変えることになった。藤山一郎の歌唱表現が小賀正男の才能を開花させたのである。酒は涙かため息か丘を越えて影をしたい手の3曲が SP レコードで発売され、以降多くのヒット曲を世に出した。1933年には松平明が歌唱した。 サーカスの歌がヒットしたが、直後に離婚騒動などもあって、体を壊し、1933年の晩秋から翌年にかけて伊東で静養した。翌1934年、コロンビアから定築に移籍。ビクターから迎えた、藤山一郎、ディックミネ、クスノキシゲオ、道やなどを用し、緑の地平線。二人は、若い、東京ラプソディー。 ああ、それなのに、青い背広で、人生の波記事などのヒット曲を発表した。1938年秋、外務省の音楽文化親善施設として渡米し、ハワイ、アルゼンチンを訪問。渡米直前に、コロンビアに復帰した。1939年秋、アメリカ NBC 放送で、小賀の作品が取り上げられ、全世界に向けて15分間にわたって放送された。帰国後は、 誰か故郷を思わざる、面内千鳥、新妻鏡、懐ーかかしの歌声などが、ヒット曲となった。小賀正夫太平洋戦争後の1948年に、大見としろうが吹き込んだ、湯の町エレジーがヒット。同年には、小賀ギター歌謡協会を設立した。1960年代には、過去に、自らの前で、悲しき竹笛を歌った。 ミソラばりの歌の作曲を手掛けた。1964年発表の10話190万枚を売り上げ、1965年の第7回日本レコード大賞を受賞。翌1966年発表の悲しい酒も145万枚を売り上げるミリオンセラーとなった。作曲活動の傍らで1959年には日本作曲家協会を創設し、 初代会長となる。この時に、服部良一らと共に創設したのが、日本レコード大賞である。1965年以降は、大賞ごとの普及にも努め、自作曲の大賞ごとレコード、オリジナルブランドの改良を大賞ごと、子がとネを販売した。築地本願寺和田堀病所にある、子が正夫の墓1974年には、平和への祈りを込め、 広島平和音楽祭を開催した。1978年6月17日、明治大学マンドリンクラブ第102回定期演奏会で指揮者を務めたのが、小賀自身最後の公の姿となった。それから約1ヶ月後、1978年7月25日の午後1時15分、東京、代々木の自宅で、急性心不全により死去、去年73、 その死から10日後の同年8月4日、前1977年の大阪春に次史上二人目、また作曲家としては初となる国民栄誉賞を贈られた。1998年7月には日本コロンビアから16枚組 CD ボックス、小賀正大前集が発売され、3000セットを売り上げた。 小賀正夫が誕生した福岡県大川市によって1982年に開設された記念館。小賀にまつわる写真のほか、影を主体てての直筆学府や国民栄誉賞など、検証された盾、トロフィー類が展示され、隣接地に復元した成果が構えている。小賀正夫が1932年から自定を構えた渋谷区上原の敷地に一般財団法人、 小川正雄音楽文化振興財団によって1997年に開設された。建物は日本音楽著作権協会が本部を構えるオフィスビルと博物館付属のコンサートホール、欅ホールと一体化している。建設にあたってはジャスラックから財団への融資で費用をまかない、ジャスラックが入居するオフィスビルの賃料を柱とする財団の 事業収入から返済に充てる携帯が取られている。館内には、小賀の来歴紹介や、辞典のモックアップ、大衆音楽の伝道受賞者のレリーフの展示、小賀作品と大衆音楽の伝道検証者の楽曲音源が、ビデオオンデマンド方式で視聴することができる、タッチパネル式の PC や、音楽関連図書を配下した音楽情報室が設置されている。 愛用の楽器や楽譜などの遺品が展示されている。一般財団法人、小賀正夫音楽文化振興財団は、小賀の没後の1979年に設立された一般財団法人である。小賀作品の継承、振興を図るための活動や、各種歌謡曲関連イベントの主催、共催などによる支援活動を行っている。小賀正夫音楽記念館が開館してからは、 同館の運営が主たる事業となっている。小賀正雄の意向を忍ぶとともに、大川氏の音楽文化振興と小雅メロディー継承を願って開催される歌謡コンクール。過去の参加者には、氷川清や北山武氏、岡幸二郎らがいる。ありがとうございます。